春の交通安全運動では子どもの安全な横断などが重点目標に掲げられ、今朝長与町では登校時間帯に合わせて警察官が街頭に立ち交通取り締まりを行いました。去年県内では横断歩道を歩行中の事故が増えていて、県警は歩行者に対し手のひらで横断の意思を伝えること、また運転者には横断歩道の手前で一時停止するよう呼びかけています。道路の路面にひし形マークがあるところはこの先横断歩道ありという目印ですので、このひし形マークを見たら歩行者の安全確保に努めていただけたらと思います。児童が死傷する交通事故が1年のうちで最も多くなるのが4月で、県警では通学時の安全確保や歩行者の交通事故防止を目指すとしています。